もうねやっぱり事故自体が非常に生産なものだなというところはね印象が強いですけれども、えっ、ー、とまあそれからね時間も経ってはいるんですがこの 737MAX 事故原因っていうのは分かったんですか？えこれはですねあの失速を防ぐシステムっていうのがあってですねその誤作動が原因だったんです。失速を防ぐシステム失速だの<う>あの,あの 速さがスピードが,、ね、ードがあの遅くなっちゃって、そのまま落ちちゃうっていうことですね、うんうん、だそれを防ぐためのシステムの誤作動だったんですけれども、うんうん、これはですねあの、なんでそういうシステムがいるかっていうと、ですね、えー、これ、キーワードは燃費なんです、燃費,燃費。で、はい、これ、さっき申し上げたように、これ、ベストセラーだったんですよね、この,、うん、の737っていうのが。はい、で、その昔の737を改良して、今の。 737MAX になったんですけれども、はい、なんでそれを改良したかっていうとあの大きい後継の大きいエンジンっていうのが燃費がいいんです後継の大きいエンジン大きいエンジンねエンジン,エンジンでっかいエンジンでっかいよりでっかいエンジンの方が、はい、あの燃費がいいんですあそうなんですねこれなんかちょっと分かりにくいと思うんですけど分かりにくいです、まあ、とりあえずそれは置いとくとださ、ね <laughs> はいで、えー、その昔の737型機に、うん エンジンジををでででかくくしししてですすねね燃費をよ,くしようとしたんですね、うん、なるほどそうするとこれねあのまあ設計が古いんで昔の飛行機ってあの機体から直接階段がボコンって出てきてドアをこう引っ張るとですねそれが階段になっててああはいありますよねありますよねみたいな感じでその空港に直接降りれるようななってるなってるなってたんですよその時代のものなんでああ最近はそうじゃないですもんねそうだから足が短いんですよねでえっと 翼も低いんです、この737型って。あまあ、1960年代からあるっていうぐらいだから、設計が古いと。そうすると、そこに大きいエンジンをつけようとするとですね、うん、あの普通につけちゃうと、お例えば、地面にある、なんか吸い込みやすくなったりとかですね、うん、まあ最悪場合せし、地面に接触しちゃうわけですよ。うん、あの翼が低いのに大きいエンジンをつけちゃうとことになるんで、うん、それを防ぐために、そのエンジンを前、翼のより前の方向に。 かつ上の方向にちょっとずらしたんですね、うん、接触しないように、あの接触っていうのは、エンジンと地面が、ンン地面が接触しない、ね、あるいは地面にある変なものを吸い込まないように、ななるほどなるほほどど、えー、事故起きそうですもんね、それこそね、そう,そうです、そうん、です、上にずらしたんです、はい、そうすると、今度はその機体のバランスが崩れちゃうわけですよね。 今まで最適な位置にあったものがちょっとずれちゃったわけでしでっかいエンジンを使ってるわけですもねバランスは崩れますよねそれで何が起きるかっていうとより機体がですね上のけぞるような感じで上を向きやすくなっちゃったんですバランス崩しやすくなっちゃうんですねそういうことになっちゃったんでじゃあどうしようかっていうふうにその対処としてボーイングが載せたのがこのシステムで。 えー、機体が上を向いていると、はい、ちょっとのけぞっているというふうに認識したときに、うん、無理やりそれを、あの機体を下げると、うん、それはまあ尾翼をこう動かすことによって、こう機体が下がるわけですけれども<ー>、機体っていうか、機種がですね、のけぞりが元に戻らない、ね、のけぞりを元に無理やり戻すっていう、そのシステムが勝手に判断してですよ、うん、そ,そうすれば、パイロットもあの特別な操作をすることなく、うんうん、普通に運転している前の、 えー、昔の方の機種を運転してるのと同じ感覚で、えー、運,転す運行すればいいと別にその特段の余計な操作も必要なく、えー、運転できると、うん、いうことで掃除、えーまあで,ね、できるということで、まあ、そのシステムを取り入れたんだけども<ー>それが誤作動を起こしちゃってうん、うん、別にあのすごいこうのけぞってるわけでもないのにもかかわらず。 え勝手にシステムが作動して、ですね頭からこう落とそうとするわけですよあ。つまり別にのけぞってもいないのに、機種を下げようとすれば、それは墜落するような姿勢になっちゃいますよね。なっちゃいますよね。で、なんでそういうことが起きたかっていうと、はい、これ、その機体の傾き、機種がどれだけ上を向いてるかっていうのを測るセンサーがあるんですけどこれね、皆さん、飛行機に乗るときにあの前方を見ると見えるんです。羽羽みみたたいいいなな小さい羽みたいなのが あのお飛行機の鼻の部分ありますよね、その両側に羽ちっちゃい羽がついてるんですよ。で、あれって何かっていうと、うん、その前方から来る風、風っていうか空気ですよね、うんまあ、飛行機が進むと、その風を受けるわけですけれど、その風を受けて、その羽があの形をこう、うん、か羽のこう向きが変わるんで、そこがセンサーになって、機体の傾きを測るんですけど。 そのセンサーがまあ何らかの事情で壊れていて、で本当は、えー、そんなに気種がいっぱい上がってるわけでもないのにもかかわらず、気、うん、種が上がってますっていう信号がそのシステムにいって、そのシステムが、まあ、当然、誤作動しちゃいますよね。うん、で、えー、当時のパイロットたちは、まあ、何が起きてるかはっきりとよくわからないわけですよ、あの勝手に、ねえー、もう本当に飛行機がシステムに乗っ取られていたっていう状況自分の操縦かんとは関係ないところですもんね。 勝手にこう、あはいはい、機種を下げ,あ下げようとしてくるわけですよね。うん、で、まあ、彼らは、あのーまあ、操縦艦等々でですね、あの機体の,、うん、あの姿勢を取り戻そうとお、何度も何度も頑張ったんですけれども、あのシステムの方が勝っちゃうっていうか、<ー>人が本来は機械をあのオーバーライドっていうか、コントロールを取り戻さなきゃいけないところを、うん、お何度も何度もそのシステムが作動して、 まあ結局、墜落してしまったと、インドネシアのケースなんかだと、20回以上もそのシステムが作動してるんですよね。ーひーひーということはその、その都度その都度パイロットが申請を取り戻そうとして、そ,ううね、その都度また同じことが起きてるんです、ね、で多分いや、本当に想像するだにつらいことですけれど、うん、その,あの上がったり下がったりっていうのの、あの衝撃の強さ。うんうん っていうのは多分すごかったはずですよね。で、そこに乗ってらした方のその恐怖とかですねと考えると本当にあの胸が痛むというか、うん、そうでしょう、ね。そういう事故ですよね。あのねでもお話を聞いていてやっぱりなんかよくわからないなと思うのが。 えっと、燃費を良くしたいっていうのは分かるんですよ、それは燃費が良くなれば、ですねその分だけ、えー、とガソリンとか、ね、燃料を使わなくていいわけだから、それを飛ばす航空会社としてはその方がいいだろうし、それからあの気候変動の問題なんかもありますからね、やっぱりそんな燃料なんかは使わない方がいい、ただでさえ飛行機はもう乗らない方がいいんじゃないかっていうような、ね、動きも出てるぐらいですから、それは分かる、分かるんだけど、もとも、ね、と1960年代に設計されたような機体なわけですよね。 もう古いいわけじゃないですかで、えー、とそこにでっかいエンジンを入れれば何が起きるかなんていうことはおそらくボーイングの、ね、部門設計の部門の人なんか立ちどころに分かると思うんですよね。無理やり入れてる感じじゃないですかそのいつもとは違うところに入れてるからそれでこうシステムでそうやって、ね、首を下げなきゃいけないみたいな話になってくると。もっとですね根本的に最初っからえ機体の設計を変えれば良いのではっていうふうに。 私素人ながらに思うんですけれども、そうならなかったのはなぜなんでしょうねこれはあの、もともとボーイングはそういう新しい機体、全く新しい機体を作るつもりでいたんです。い、えー、いいじゃないですかそれ、ね、えだったんですけれども、あのそこにですねあの、まあ、エアバスっていう。 あのまあ、ボーイングのライバルですね、欧州に拠点があるんですけれども、はいはい、エアバスがちょうど737のライバル機としてです、ね、A320 っていうのがあって、これがですね、A320NEO っていう、うんあの、新しいやつを出してきたんです、うん、それも実はその、ボーイング 737MAX と同じエンジンを作ってる使って、えー、<お>非常に燃費がいいと。 まあ逆今、言い方ちょっとおかしいんですけど、先に320、エアバスの方がその大きい新しいエンジンを積んで、うん、その320を出してきたんですね。うん、そしたら、これはいいっていうことで、うん、世界中の航空会社がエアバスのその320ネオっていうのを、うん、あの注文したんです、ね、燃費がいいから。燃費がいいから、うん、まあ燃費命なんでですね。 ボーイングにとってはですよ737のお客さんがあーでキープしているお客さんがそっちに行かれたら困るわけですよね。ね取られちゃいますよねでそれが潜在的にあのなリスクじゃなくて、うん、アメリカに3つあの大きい航空会社があるんですけど、うん、そのうちの一つのアメリカン航空っていうところがです、ね、そこはずっとボーイング、はい、あのその時はボーイング機しか買わないっていうなへ<ー>ことをやってたんですけれども、うんえー、実は A320 ていうのがえらい、いいと。 うん、いうことでそっちを買いますよっていうふうにボーイングにほのめいかしてきたわけです。うん、そしたらボーイングとしてはこれ、あのー、そのまま指を加えてもうす大顧客、上顧客なわけですよずっと自分の,あのボーイング機だけしか買いませんっていうところ、うん、それもアメリカっていう自分と同じマーケットの、うん、あを顧客がですねうん、うん、エアバスに取られるのはこれはやばいというふうになって、うん どうすればいいかってことを考えたときに、このまま普通にゼロからあ新しい機体を作っていたら、ま,あ、まず、丸一として間に合わないと、かかね、エアバスに取られちゃうと、丸 1>,、うんまあ、1としてはお金もかかると、うんうん、普通にゼロからあの飛行機を設計するとです、ね、まあ、1兆円以上かかっちゃうんで、うん、それだったら、えー、エアバスがつくそのも使っている同じエンジンを、うちのやつも乗せればいいじゃないかと、はい、で乗せたんです。 なんか安易な感じです、ね、まあ,あの、必ずしも、ね、全部否定されるべきかっていうと、えーまあ、その方があまが、あ、安く済むんで、ね、なんていうか、まあまあ、最終的には我々の運賃にも跳ね返ってきますし、なるほどだからあの必ずしもそういうやり方が全部悪いかっていうと、そうでもないんですよね、うんうん、ただ今回のケースっていうのは、それをあの、まあ、3代目まで引っ張ってきたのを、まあ、4代目にさらにしちゃって。うん でそ,のおそこで生じた不都合不具合というか、まあ、機体の問題バランスをバランスがちょっとあのずれちゃったっていう問題に対する対処の仕方がまあ,あの適切じゃなかったっていうことなんでしょうけどね。